武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文学部の2017年の日本史の勉強について話していきたいと思います。こちらですが、配点が50点で時間が60分となっております。でその中で大問が6題出題されており、まあ、割と大問は多い形式ですね。でその大問6個の中でさまざまな時代聞かれており、まあ、原始の範囲からも近現代の話がも出てくるような形になっており、割と近現代は本当に現代の最新のことも絡めて時事的な話も聞いてきたりはしますので、まあ、このあたりも自信ない人はちょっと知識を入れておいた方がいいかとは思います。で出題形式としてはまあ選択と記述がそれぞれ出てくる形で、まあ、正誤問題も出ています。でまあ、難易度、としてはですね、まあ、早稲田の中、で考えると、まあ、ちゃんと早稲田の過去もやってれば十分対応できるという、まあ、割と早稲田レベルの標準的な問題という形ですね。で特徴としてはその美術作品などの写真で、聞いてくる問題、だったりが出てくるので、文化史の対策はちゃんとやっておいた方がいいでしょう。で、まあ、文化史そのものは基本的に写真が伴ってくる以上は、まあ、できる限り資料集だったりを使ってやっていくという形ですね。スピードマスター文化史とか、もあったりはするんですが、まあ、そういったもので用語自体を、覚えたり、まあ、その写真をまとめて載ってるやつを確認してもいいんですが、やはり一番詳しいのが、資料なんで、こちらを、ちゃんと併用しておいた方がいいかとは思います。で、まあ、聞いてくる問題自体はとりあえず徹底的に、まあ、実力をつける100題だったり、まあ、実況中継だったり教科書だったり用語集だったりというような、まあ、早稲田入試でよく使うような、参考書ですね、まあ、一問一答もそうですね、徹底的にやり込んで、もう広い時代でいろいろな幅、聞いてきますし、あとは資料とかも、まあ、普通にその単独で出なくても資料を、まあ、問題の中にさらっと挟んできたりするんで、総合力ですね、結局は全体的に日本史の学習ちゃんと全範囲、まんべんなくできているかどうかっていうことを問われてきますので、今までの参考書のやり直しと、まあ、早稲田の過去問、文以外の学部も含めてやり込んで、まあ、知識を完成させておくということに意識を向けて学習するように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。